皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はね、新入荷のご紹介をさせていただきます。これもまあ見た瞬間に あれかというふうな、感想が出てくるでしょう。それほどですね、折りたたみの自転車っていうのはなんかこうモデルチェンジが難しいというか、折りたたみの構造とかね、その辺のとこまでいじらんといかんとかね、そういう話になってくるのと、スペックだけでね、その自転車が語られることが少ないジャンルであるというようなことの裏返しなんだろうなというふうに思いますね。このビスクエボですね、これも確かうちの開業の頃からずっと、出てるもので、ですね、ビスク10年前はね、確か406ホイールに V ブレーキだったような気がするんですけど、もう6、7年ぐらい前じゃないですかね。その辺からの451ホイールで、キャリパーブレーキに変更になって、で、まあ実はそのまんまずっと20段変速、フロントダブルの、中折れ式20インチで、それの中のね、あの小型、まあ軽量モデルですね、という風な位置づけでずっと出てきておって、それなりに売られ続けているということは、それなりにきちんと、考えられたものであって、お客さんのお役に立ちまくっている自転車なんであるということなんだろうと思うわけでございました。で、これしみじみ考えるとね、ターンとかね、打本とか、あの辺の中でもこうなんか独特の立ち位置が確立された車両なんだなぁというふうに思います。これ考え方ですけどね、あのミューっていうね、あのダーホンの最上級モデルってありますけど、あれよりもこっちの方がなんかスピード追求というか、グイグイ走りますってみたいな話になった時に、なんかこっちの方が良くないですかねみたいなようなことを言いたくなる感じです。ですから、ただね、持って軽いっていうだけが、あの走行性能に直結するわけじゃないんだっていうところを、このモデルできちんと表現してくれているなぁというふうに思いますし、それあのターンのね、中折り式とかと比べても遜色ない何かがちゃんとあるし、あのごつすぎない、あのしなやかさとかね、その辺をちゃんとこう残しつつ行きますぜっていうような車両になっているところが、この車両の、まあ、魅力なんだろうなぁというふうに思うわけでございます。で、あのさっきね、ちょっと組み立ての時にこう久しぶりに思ったんですけど、軽いっすね、やっぱね。分かりやすく軽量にできてるっていうところも魅力だし、フロントダブルでね、最近はちょっと珍しい方向になってきましたけど、クロスレシオでギンギンいけますって、ということで考えれば、まあ、非常に分かりやすくて、ロードレーサーとかバンバン乗ってて、それに近いような何か、で、分かりやすくシュッといくぜ、というような、アルミフレームロードレーサーというか、カーボンフレームロードレーサーのような何かが欲しい人には非常に、向いた一台なんじゃないかなというふうに思うわけでございます。色はこれも分かりやすくね、真っ黒黒透けてきておりますので、ビシッと決めたいという人はぜひぜひお問い合わせをお待ちしております。